ラプンツェル。勢いをつけて人に抱きついちゃダメだよ。攻撃みたいになっちゃうからね。わかった、攻撃しない。ラプンツェルね、ジャックに会えるのすごく楽しみだったんだ。お互い今はまだ忙しいもんね。最近はどう？いろんなことしてるよ。お手伝いとか勉強とか。この間もね、グレーと一緒に地質とか水質とか調べに行ったんだよ。地質と水質の調査か。ラプンツェルがグレーテルの手伝いをするなんて、仲良くやれてるみたいでよかったね。あとね、ツーに要塞習ってるよ。白雪とシンデレラも一緒なんだよ。要塞もやってるんだ。確かにツーはそういうの得意だから、先生役にぴったりだね。あとね、あとね、クララのとこでネジ回したよ。紐でギューって縛ったり、うわーってやつ、メルンと一緒に運んだりしたの。ラプンツェルは手伝いができて偉いな。しかも勉強までしてるなんて。グレーとミコに教わってる。シラも一緒。ラプンツェルね、足し算と引き算と掛け算できるんだよ。今は割り算やってる。へえ、それはすごいね。勉強は楽しい？知らないこと知るのワクワクする。今ラプンツェルがこんなに楽しいのはジャックのおかげ。え？僕の？いっぱい考えたんだ。最初にジャックと会ってお菓子くれたでしょ。ジャックにお菓子もらってみんなと仲良くなって今のラプンツェルになったの。だからありがとう、ジャック。ラプンツェル、こんなに成長して。ツーに恩返しって教わったよ。だからね、ラプンツェルもジャックに恩返しするの。恩返し？別にしなくていいんだよ。ううん、する。ラプンツェル、お礼にジャックのお嫁さんになる。お嫁さん？お嫁さんか。カップル成立？それはまだ先にしよう。ラプンツェルはこれからいろんな人に会っていろんなことを考えると思うんだ。お嫁さんのことはまた大人になってから考えようね。わかった、大人になったら考える。ジャック、どうしたの？考え事？ああ、いや、なんでもないよ。じゃあ、一緒に歩こう。海が綺麗で、地面が砂で、面白そう。行こう、行こう。うん、行こうか。わーい、海だー。ラプンツェル、嬉しそうだね。だって、ジャックと遊びに来たんだもん。すっごく嬉しいよ。海に入る前にまずは準備運動をしなきゃ。そんなのめんどくさい。早く海入りたいよ。ダメ、ちゃんと準備運動してからじゃないと海で遊ばせないからね。うん、わかった。そういえばミコも言ってたし。ミコさんが？急に冷たい水に入ると血圧が上がって心臓や筋肉の負担になるからダメって。
プンツェル、勉強が楽しいって言ってたよね。うん、楽しいよ。でもでも、でーもージャックといる方がもっと楽しい。僕もラプンツェルといるのは楽しいよ。本当？本当だよ。何？今日のラプンツェル、いつもと違うよ。ん？水着、どう？え？おー、そうだよね。水着だね。似合ってるよ。そんなこと聞くなんて、突然どうしたの？シラに言われたの。あんた、ジャックから女の子として見られてないのよって。そしたら、なんでかわかんないけど、ちょっと、シュンってなっちゃった。ねえ、ジャック、そうなの？ラプンツェルのこと、女の子として見てないの？そうだな。女の子というより可愛い妹みたいな。大きくなったら綺麗な女の人になりそうだなと思うよ。大きくなったら？今はダメ？じゃああと数年経ったら、あと何年かしてラプンツェルが大きくなった時、また同じ質問をしてくれたら、その時はちゃんと答えるよ。ラプンツェルが大きくなったら。わかった。ラプンツェルが大きくなるまで待つ。その代わり、それまで毎年一緒に海に来ようね。いいよ、毎年来よう。やったー、ジャック大好き。ボロボロの教会、ジャックはなんでラプンツェルをこんなところに呼び出したんだろう。今日はジャックと付き合い始めて1周年の大事な日だから、もっと綺麗な場所に呼び出してほしかったのに。もしかしてこの教会で探検ごっこしようって誘ってくれたとか。ラプンツェルももう子供じゃないんだけどな。でもジャックと一緒なら子供みたいに遊ぶのも楽しいかも。ジャックにアプローチするようになってからもう何年経ったんだろう。子供の頃は全然相手にされなかったな。それが今ではジャックの方からデートに誘ってくれるようになったんだから、大進歩だよね。ジャック、今会いに行くよ。来たな、ラプンツェル。待ってたよ。あれ、ジャックは？ずーと人魚だけ？その質問の答えは後だ。ラプちゃん、目隠しするね。くすぐったいよ。何これ、新しい遊び？まあそんなところだ。おとなしくしていてくれよ。ラプちゃん、お利口さん。おかげでやりやすいよ。お利口さんって、ラプンツェル、もうそんな子供じゃないのにな。さ、できたぞ。似合うじゃないか。ほんと素敵だね。わー、ドレスだ。こんなの初めて着たよ。さて、支度は整った。あとはあいつに任せよう。
ラプちゃん、お幸せにね。ん？ありがとう。あ、ラプンツェル。あ、ジャック、いつもと違う格好してる。ラプンツェルもなんだ。見て見て、ドレス着せてもらったの。綺麗？うん、すごく綺麗だよ。それに大人っぽくて、いや、もう本当に大人になったのか。君と出会ってから何年も経つもんね。うん、いろんなことがあったね。覚えてる？初めて会った頃の君は、そりゃもうすごい野生児で、僕も非常食扱いされたっけ。うん、覚えてるけど。子供が欲しいってせっつかれた時もあったね。あ、あれはリビドーだから仕方ないの。意味もよく分かってなかったし、今思えばかなり恥ずかしいこと言ってたんだな。まあ若気の至りってことで。今も十分若いのに君がそれを言うなんてね。君の子供らしい無邪気さにはみんなが暗くなりがちな時に何度も救われたな。ラプンツェルがいるだけでみんなが自然と笑顔になるんだ。成長した今も君のそういうところは変わってないね。そうかな。ちょっと照れるな。その昔は僕も散々君のことを子供扱いしたけど、もう立派な大人の女性になったわけで、君にアプローチしてもらってるうちに妹みたいな感覚からだんだん異性として意識してしまって、うん、好きだよラプンツェル。僕と結婚してくれないかな。本当に？僕にこの手の冗談は言えないって君もよく知ってるでしょ。どうしよう、びっくりした。でもすごい嬉しい。あのね、ラプンツェルはちっちゃい頃からジャックといるのが楽しくて、ジャックのこと好き、ずっと一緒にいたいって思ってたの。昔は子供扱いして全然相手にしてくれないから辛くてムカムカしちゃった時期あったけど、今はジャックも同じ気持ちってことだよね。やったー。まさかこんな長い間思い続けてくれるなんて思わなかったよ。ラプンツェルに二言はないんだもん。ジャックと出会ってからいろんな知識や常識を身につけたけど、やっぱりジャックのこと好きで一緒にいたいって気持ちは変わらなかったよ。ラプンツェル、改めて言うよ、僕と家族になってほしいんだ。ラプンツェルもジャックと家族になりたい。ジャックと子供作りたい。どうやったら子供ができるか今はちゃんと知ってるよ。ラプンツェル？子供のことはまたおいおい考えるとして、最初は僕たち二人で。うん、家族になる。ラプンツェルはいつも元気で僕を明るく照らしてくれる。君がいれば僕はずっと笑顔でいられるよ。それは逆だよ。ジャックがいるからラプンツェルはいつも笑顔でいられるんだよ。ありがとう。愛してるよラプンツェル。ラプンツェルもジャックのこと